さあご覧ください、エコフロー Web2 でございます。以前動画を見ていただいた方はご存知かと思いますけど、 Web1 5日で終わりまして、まあでも今後ね、この太鼓カスタムとしてですね、このクーラーは使い倒していきたいと思います。それではまた。衝撃、今壊れました。多分これ流風が出なくなって、エラーコード67っていう謎のコードが出るんですよね。今電源入れました。ここ見といてください、おかしなことになるんで。振動はしてますね。風は出ます。で、ここからも送風にしかならないですね。捨てるしかないのか。エコフロン修理を出しました。そして待つこと1ヶ月ですよ。なんとウェブはもう修理できないらしくって、代わりに新品のウェブ2を送りますということで、気がつけば勝手に Web1 が Web2 にバージョンアップして買ってきました。ということで開封したいと思います。ダクト類ですねが入ってます。これも入ってるんですけど、なんとこれが多分排水ですね。これはダクト1、2、なんか2個ち。これもしかして修理のやつかもね。はい、出ました。エコフロー Web2 ですね。これは多分修理品ですね。なぜかというと犬の毛がめちゃくちゃついてるからです。めっちゃいっぱいこっちについてるよ。昔そうか、そうだね、これ修理品が来たんだね。なるほど、そういうことか。はい、これリユース品でした。おかしいと思ったんだよな。見えますかね、こう犬の毛とかほうにめっちゃついてるんですよね。これはこ
さあ今エコフロー置いてみました。どうでしょうね、間にぴったりフィットな感じです。ただね、ちょっとワンコの毛が山ほどついてたのはちょっと気になりますけど、なんだこれ。匂いは微妙ですね。稼働はしておりますけど、ああ冷たい空気はちゃんと出てきてるね。壊れてはいないとは思うけど、上から熱風出るんだよねこれ。まあ音は前よりは静かだね。ああでもこっから上がるね。うわ冷たい冷たい。リモコンはスマホ。こういう形で設置していきたいと思います。設置してみたいと思います。まあ、これで使ってみてどうかだね。ちょっとなんかここにね、多分ワンちゃんがいる人は飼ってて壊れて修理に出したんだと思うな。でその修理のリユース品だと思うから、まあ壊れないといいなってところですね。謎の音を上げております。電源切ってみよう。何の音でしょう。怖っ。